お帰りなさい。今日は、どうだったお仕事、忙しかった <laughs> 私私は、今日は部屋中を掃除してた。夏服を出して、カーテンを変えたよ。うーん本当にどうしたの帰ってきてから、まだ君の笑顔を見てないよ。ねえ、こっち見て笑ってみて。 ええー、ダメじゃあ、晩ご飯は、君の好きなもの、いっぱい作ってあげるね。何がいいうん。うん。ねえ、あなたが毎日、すっごく頑張ってるの、わかってるよ。私にできることがあれば、全部してあげたいなって。 いつも考えてる。でも、そのためには、ちゃんと言ってほしいの。あなたが何に疲れていて、何が辛いのか、ちゃんと言葉で伝えてほしいの。うん。言いたくないのはわかるよ。プライドとか、世間体とか、弱みを見せたくないってのは。あなたは、とってもかっこいい。 私の中では、いつも一番だよ。頼りになるし、優しいからね。あなたといると、初めてがいっぱいあって、すっごい楽しいから、一緒にいると、本当に落ち着く。もっと一緒にいたい。だから、もっとあなたを知りたいの。もっとあなたを応援したい。 そのために、ちゃんと言葉で伝えてほしいの。気持ちを素直に言ったら嫌われるんじゃないか、避けられるんじゃないかって、そんなことないよ。ずっと笑っていてほしい。自分の弱さを理解してほしい。自信をなくした自分を励ましてほしい。頑張れないときは、誰にだってある。 あなたの強さも弱さもすべてが好き。あなたのすべてが大好き。あなたはもっともっと輝いていける人なんだよ。私と一緒に前に向かって歩いていこう。これまでも、これからも。